ヘムロックグローブは2013年から2015年までネットフリックスで配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。小さな田舎町、ヘムロックグローブで起こる事件と恐ろしい秘密を暴くホラードラマ。原作、制作はブライアン・マクグリービ、リー・シップマン、出演はファムケ、ヤンセン、ビル・スカルスガルド、ランドン・ディブロンなど。2013年4月19日に ネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信され2015年の第3シーズンで終了したペンシルバニア州の小さな田舎町ヘムロックグローブある時二人の少女がムザーに引き裂かれた姿で発見される狼男と噂され容疑者として疑われる転校生のピーターは殺人現場で遭遇した変わり者のローマンと共に事件を解明しようとする ヘムロックグローブのキャスト。ジョーダン・からファムケ、ヤンセン、ビル・スカル・スガルド、ランドン・リブロン、フレイヤ、ティング・レイ、ペネロープ・ミッチェル、カニ・エフティオ、ホーン、ダグレー・スコット。各シーズン前は一斉配信2011年12月、ネットフリックスと拷問インターナショナルテレビジョンが、ヘムロックグローブの本作の制作の最終契約を結んだとデッドラインハリウッドが報じた。 このプロジェクトは2012年3月に正式に発表された。撮影はトロントのセントクレアと4時のディアパーク合同協会とオンタリオ州ハミルトンのハミルトン墓地で行われた。ヘムロックグローブハイスクールの撮影はトロントのアーシュラ・フランクリン・アカデミーウェスタンテクニカル・コマーシャル・スクールで行われた。エピソード1のオープニングシーンは オンタリオ州ポートペリーのクイーンストリートで行われた。ありがとうございます。